経った2週間経った時にどういう放送をすべきなのかっていうのは本当に、まあでもね、そういう考えてる余裕がないほどこう、ね、追い込まれちゃってたので、だからそういうのも いろいろと考えながら、やっぱりのカオリンが言ったみたいに日常を届けるのがっていうのが、うん、まあお叱りも受けましたけどね、この非常時に何チャラチャラして音楽流してるんだって怒られるのもしましたけど、経験を経て、うん、やっぱりそのね、こう日常に本当明るさが大事だったみたいに、うん、あのルミナリエはね、だから本当に真っ暗の中にこう光があるのがどれだけ助かったかっていうことの、ことなんですけど、まあその中もやっぱり日常的な音が、音楽が流れてくる、喋りが流れてくる、ラジオのありがたさっていうのが、まあ、思い知ったっていうか、そういうことだったので、まあ、それがまあもう一つの原点っていうか、うん、ラジオの良さっていうか、そういったものを続けていきたいなとは感じてますね。そして毎年ね、その1月17日前後の放送ではね、そういうまた、いやもうこれはもう本当に忘れてはいけないし、うん、まあ最近はね、ちょっとやっぱ風化っていうか、うん、東日本もありましたし、うん、まあ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 ね、毎年のようにこう大きな地震が起こってるので、それを忘れないためにも、うん、まああのね、その当時曲を作ってくださったりしているので、でそういう曲を流しながら、思い出すという作業っていうかをね、思い出すことはずっと続けてますね、うん、そしてまあその30年のね、その思い出が詰まった、なんか最近 本を出されることになったと、はい、そうなんです。もうね、もうカオリンがね中心になって、で30周年のなかなか今本を出すのが難しいようで、もうこれはもう本当リスナーさんの協力がなかったら、あの出来上がらなかったご本で、なんか形にしたかったんですね。あの、20周年の時も CD 出してもらったし、イベントもたくさんやらせてもらったりとか、いろんなことをさせてもらってたんですけど、何かこういうことしてきたね、こういう人と関わってきたね、でこんなリスナーさんがいたね、こんなゲストの方がいたね、こんなイベントがあったねっていうのを、みんなで何か共有できるものをどうしても作りたくって、で、あの、たくさんのリスナーさんに、と、あとアニメ関係者の方にご協力をいただいて、3月24日に発売ということに、はい、なりました。こんなメッセージ60組 あのアニメ関係者の方に、直筆のコメントをいただいて頂戴しましてですね、うん、先ほど話が出た沖合亮太郎さんとか、うん、あのアーティストの方、鍵山宏信さんとか水木一郎さんとか、なんといっても小森まなみさんからメッセージをお預かりしました。ラジカルコミュニケーションという、まあ、僕たちがこう目標としていた番組がありまして、その小森まなみさんっていう方がもう本当にラジオの申し子っていうか神様ですね。その方、まあその方も本当審査の時にも来てくださったりしたんですけど、その方からあのメッセージもいただいて、本当ね、はい、あの鈴村健一さんとか、あの諏訪部純一さんとか、うん、中村雄一さんとかも、本当にたくさんの声優さんからもなかなか直筆でねいただけないんですけども、あの事務所にお願いしますってお電話をして頂戴したりとか皆さんだから本当あのラジメニアだからって言って、はい、あの心よく受けてくださって、ありがとうございます。そして山本正幸さんと田中康平さんと我々との対談がございます。すごいですね、これもね。すごいでしょ、いいこと言ってはりますよ、二人とも。あのちらっと話が出てましたの、丸山ディレクターっていう初代のディレクターと、はい、まあ、初代パーソナリティの吉田秀子さんとのインタビュー、うん、あーね、でも僕たちも本当に記憶が定かでなかったラジメニアの歴史が、はい、年表になっています。改めて、あ、そうだったんだ。そうなんです。いや僕も読んでて、はぁって思いますよね。これ全然僕の記憶と違うっていう、うん、で今回あの岩ちゃんがずっと書き溜めていたラジメニアの大宮ノートっていうのがあって、それとあとかぼちゃぼてんさんっていうリスナーさんがすごくまめにバーッとこう書き留めてくださってて、ね、でそれとネットに出回っているみんなのいろんな記憶と情報を全部すり合わせて年表を作りました。だいぶと正確だと思います。リスナーにとっては本当貴重な資料でもあるし、はい、そうなんです。思い出すこともたくさんあるし、でこの年表の一番最後がラジミニ本指導で終わったんで1時間になるはいりませんでしたそれで終わらせてなるものかと思ったので、はい、年表の最後は本指導で終わっています。なるほどね、うん、あそこにはそういう意図があったんだ。そうなんです、まあ秒数が足りなかったっていうのもあるんですけど入らねえなと思いながらいや本当熱いメッセージいただいたんで、これ収めるのに、そうなんですよ、100ページって決めてたのでね、苦労したよね、はい、そうか、
辞典とかも面白いですね。そうなんです。ラジメニアには語録がありましてですね、その30年の語録をリスナーさんに解説してもらったものがあるんですけど、それを辞書にしました。なんか岩ちゃんの勝手な語録っていうのも結構あって僕しか言わない言葉とか、ね、そう意外と面白いですよ。ラジメニスーパーアワードっていうのもすごいよね。これ言っちゃダメですよ。まだ、まあ、言わない、はい、リスナーさんからリスナーたちが決めたもうトップ50という50曲。さて何が1位だったでしょう。これは面白いな。700曲ぐらいある中で決めましたのでですね、古今東西もう全て垣根を取ってるので、うんうん、まあ、ラジメニアンたちの真の意味でもベスト50ですからね、はい。まあ、100ページ全部が見どころみたいな本なの で、ね、アニメ史に興味のある方もぜひお手に取っていただけると嬉しいです。高畑勲監督との、インタビューとかをいわゆる文字起こしっていうのをやったんですけど、うん、なんかやっぱりその自分で言うのもなんですけど、ええ話聞いてるなぁと。そうだと思います。あれだから、1991年ラジメニアが立ち上がったほぼ最初のゲストが高畑勲監督で、すごいロングインタビューさせてもらってるんですね。全部は無理なんですけど半分ぐらいの文字起こしをさせていただいたのと、あと山田康夫さんにお電話インタビューさせていただいた時のルパン三世の思いとかを、もう今聞くことのできないインタビューも再現しました。はい。これはたまりませんな。いやこれね、本当手前味噌ですけど、たまらない一冊なんですこれ。本当にうまいね、さすがだね。はい、本でなんぼ1620円、かっこ税込みです。番組やから。今なら送料無料です。そうなんです、本当に送料無料な、ね。ああ、これちょっとこれは楽しみだ。私今インタビューしながら見てて面白いでしょ。インタビュー忘れてました、ごめんなさい。そうなんです、夢中になってしまう。いや、これは価値ありますね、本当にね。楽しみにして。で、あと、その後も何か。そうなんです。そしてなんと、5月に30周年記念の CD が出ます。わあ、素晴らしい。日本コロンビアさんから20周年の時にアニソン玉手箱ひねくれの玉ひね、逆襲という、はい、タイトルの CD、 まあ、廃盤になってるアナログレコードとか、うん、CD 化されていないアニソンをリスナーから募集して、でそれを、集めたものが発売になったんですけど、うん、これが未だに売れ続けてるそうで、それだけレア音源ってことですよね。でコロンビアさんから実は30周年だそうですね、記念の CD 出しませんかってお話をいただいて。素晴らしい、はい。だこれが流れる頃にはもう締め切ってはいるんですけど、あと CD 音源になっていないレアなレコードのやつとかをまたみんなからリクエストがもうこんな来ましてですね。いや、これもやっぱりこれと同じラジメニアンってすごいなって。そうですね、この時点で100曲超えました、うん、100曲超えたリクエストが。なのでその中から、まあ、厳選されたものおよび可能なものも、ね、そう、可能なものもありますから、はい。でそれをまた1枚の CD にさせていただいたものを5月15日新しい元号とともに発売させていただく予定でございます。素晴らしい。これ今もう予約がどうもコロンビアさんのサイトでは始まっているようでございます。仕事が早いです、コロンビアさん。びっくりしました。本当にやっぱりそれだけそのねアニソンをこう聞きたいっていうか方が多いということで、うん、いやこの売れない時代に未だにコンスタントに売れ続けてるっていうのはちょっとびっくりして、うん、いや、 やっぱりアニソンファンというのはありがたいし根強いなと改めて思ったので、うん、いやでも本当にだからリクエスト候補を見ててももうこれやこれやっていうのがもういっぱい来てて、そうやったそうやったみたいな、ね、そうやったってもう僕なんかどんどん記憶の彼方に行っちゃうんですけど、やっぱりこうそういう方すごいなと思って、そういうの集大成になるので、はい、ぜひ手に入れてください。あ、そうそう、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、お一人ずつ皆さんにメッセージを一言よろしいでしょうか。はい、はい、岩ちゃん。岩崎和夫です。まあ、ひねくれと言われ続けて30年、でもやっぱりひねくれたことがこの30年につながった、やっぱり本当にリスナーがそういうひねくれに応えてくれたおかげだと思っていますので、これを見て、ラジメニアってどんな番組なのって興味を持った方はですね、ぜひラジオ関西、土曜日夜8時、4月からですけども、チューニングしていただいて、またラジコで聞いていただいて、リクエスト出してください。なかなかかかりませんけど、よろしくお願いします。
なかなかかかりませんけど。はい、ラジメニ小町かおりんこと南かおりです。青春ラジメニア、無事に30周年を迎えることができました。ありがとうございます。私のタレント歴がちょうど30年です。ちょうどすっぽりラジメニアなんですね。だからパーソナリティとしてどうあるべきかっていうこととか、ラジオってどんなものなのかとか、リスナーさんってどういう存在なのかっていうことを、私はすべて、ブンブンリクエストとラジメニアから学ばせてもらったと思っています。それがこうやってまだ続いていることに本当に感謝しかないです。まあ、1時間の録音の暗黒時代パート2に入りますが、これをですね、なんとかまた復活させたり、少しでも長く続けるためには、リスナーさんが聞いてくれたり、リクエストしてくれたりが全てです。ラジコで聞くのも結構ポイント高いので、遠方の方もラジコで、プレミアムですけど、聞いてください。そして、この本が、皆さんの、まず2000部しか刷りませんからね、皆さん。で、2000部売り切れたら、増刷がかかりますから、ラジオ関西オンラインストア、または郵便振り替えでも買うことができますので、詳しくは、ラジオ関西のホームページをご覧ください。ぜひ、買ってくださいね。引き続きよろしくお願いします。うまいね、やっぱり。買ってもらわなきゃ、これ。大事、大事。いや、今日はもう掘ってるとありがとうございました。ありがとうございました。もう本当ありがたい。もうこれからもラジメニアの発展を本当心から記念しておりますんで。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。